もみの木は残った。山本周五郎三十七。忍びの王。原田家の隠居屋は別棟になっている桁行き7軒張間四軒半茅葺き支柱造りで表に十畳の座敷が三つ接待中の間上段の間とある。

薄青い煙が緩やかに立っていた隠居の検閲員は65歳になる痩せてはいるがしっかりした体つきで目にも力があるし口の利き方なども歯切れがよくいまだに親族の間で「叙情部」といわれる意味がその風貌によく表れていた検閲員と相対して いが座っていた。彼は前の日にこのてへ着いたのだが持病があるのと旅の疲れとで着くとすぐ心臓で体を休め今初めて隠居所へ挨拶に来たのであった青ねでかいと会った時彼は肥えているように見えたが今はひどく痩せているし 皮膚の色も浅黒く艶がなかった「痩せたのがいいのです」と新左衛門は軽いせきをした「4月ごろまでは超えていたのですが超えていたのではなくむくみだそうで痩せ始めてからは立ち居も楽になりましたし病気も解放に向かっているのだと医者が申しておりました」 「それが本当ならよいが」と慶月院は危ぶむように彼を眺めた「見たところ肌のお色も悪いそのせきも心もとないもう少し丈夫になるまで養生されるがよくはありませんかそうできればよいが」。えは込み上げてくるを抑え開始で、 たいのをて、それから言った「お聞きお呼びかと思いますが吉岡の奥山大学殿が国老を免ぜられますのでどうしてもそのあとを引き受けなければならないことになったのです。吉岡殿はごんですか。正式にはまだ仰せい出されませんが。 江戸ではそう決定しているとのことです。軽月院はうなずき、新左衛門の関の止むのを待って、そういうことならと言った。そういうことだとすると、ご信任のあなたには、一層重荷のかかることでしょう。私はご政治向きのことは、か目知りません。 けれど、松山が国老の任を解かれたのも、吉岡殿が罷免されるのも、何か裏に糸が引かれているようで。これは私の一人勝手でしょうが、その後にあなたが治られるということは、新左衛門が手を挙げて、分かっております、と遮った。それは承知の上のことで、 それについて伺いたいことがあって参ったのです。慶月院の表情が硬くなった。私に何をお聞きなさる船岡殿の御神こです。と新左衛門が言った。景月院は眉も動かさなかった。あれに何かご不審でもあるのですか そこが知りたいのです」と新左衛門は低い声で言った彼は伊達明とモニは周防原田海との極秘の名約について語った明と周防は外部から海は兵部宗勝の懐へ入って相互に連絡を保ちながら酒井老中と兵部による陰謀の職種を断ち 伊達家の安泰を守るという手はずであったことを述べた「私は涌谷様にも松山殿にもあって以上の敬意を聞きましたしかしご両所とも今では船岡殿のご親族を危ぶまれると申されるのです」「松山がですか?」と敬月院は言 幕屋様はともかく松山がそんなふうに言うとはがてんがゆきませんね。一体甲のどこがどのように危ぶまれるのですか。私は去年青根の宿で話し合いました。それは知っています。その時船岡殿は私の問いに答えてくれませんでした。私はすでに。 労就任の交渉を受けておりそれをお受けするについて船岡殿の意向を知りたかったのですご承知のように個室があって余命のほども分かりません私でご奉公のできることならこの首をかけてもお役に立ちたい真実そう思って相談に出かけたのですしかし船岡殿は何も知らぬ 枠や松山との名約などもない家中の者のは火のない煙を騒ぎ立てているのだ。というばかりで全く相手にならないのです桂月院は内庭の方を見たしわをた,たんだ彼女の眉間が開きその目がひときわ強い光を帯びるように見えた。 それでとけ月げついんは、うちにわのほうをみたままではんもんした。私たくしに、あれのしんそこをききたいとおっしゃるのですか。ふなおかどのはいま、いちのせきのよとになった。というわさがもっぱらです。私たくしがおものに、とけ月げついんは、ゆっくりいき。 三者の名約が事実だとすればあれが一ノ関様の懐へ入るのは初めからの予定だったのではありませんかそのとおりです。そうとすれば一ノ関様の与党になったと票の立つことに不信はないでしょう。それはそのとおりなのです。と新左衛門はせきを抑えながら行

言われているのです。誰がそう言うのですか?」。「涌屋様松山殿その他の者もほとんどそう見ております。あなたはどうなのですか?」。私は青音で話し合いました。それでやはりあなたも絵画不審に思われるのですね。事実があるのです。と新左衛門は苦しげに言った。 彼はその事実を述べた。一の関の領内にある金山の所属について甲斐が一関に属すと判定したこと伊達領内の金山は豊臣秀吉から永代伊達家の戦友とすると約束され徳川氏もそれを認めて課税さえもしない兵部宗勝の所領は 宗家かかららら、分けられたものであるから金山が伊達宗家に属するのは当然である。にもかかわらず甲斐が強引に一ノ関に属すると判定したのは単に兵部の懐へ入る手段とは信じがたいこと。また涌谷と寺池との地酒井論でも奥山大学から一ノ関のと。 岩沼の両後見に出された六ヶ条の申し入れも「金はついに一ノ関の身分になるように計らっているしそれについて涌谷や松山には何の連絡もなくかえって離反する態度が強くなりつつあること」などを新左衛門は語った「これに類する。 小さなことは他にもあるのです」と彼は続けた「私は船岡殿を信じたい」「涌谷様も松山殿もそうでしょうが私は誰よりも船岡殿を信頼してきたし今でも今後も信じてゆきたいのです」「新左衛門は目を上げて軽月院を見つめながら行った」 ご母道のかえを聞かせてください。船岡殿は名約を守っておられるのかそれとも真実一の関の与党になってしまわれたのか私にはわかりませんあなたはご存じのはずです他の親子ならともかくあなたの船岡殿を見る目に狂いはない どうかご母堂のご意見を聞かせてください。私には分かりません。と慶月院は静かに言った。宗助は年も不惑を過ぎてもう母親の手の届くところにはおりません。私の手はもうあれには届きませんし、私はただあれを信じているのです。しかし、 小保堂には何か打ち明けておられるのではありませんか。刑月院はゆっくりと首を振った。そうとおぼしきこともありませんでしたか。ございません。武内からそういう話を聞いた覚えはありません。もし仮にあれがそのようなことを打ち明けたとしたら、私は耳を塞いで叱りつけたでしょう。 と月院は言った宗助は不憫かもしれないが男です。そのような大事についてたとえ母親にもせよ打ち明けるような未練者なら私は我がことは申しません。ふた心はないとおっしゃるのですね。い,いえ私はあれが。 甲斐宗助であることを信じているばかりです慶月院はそこで新左衛門を見穏やかな口ぶりで言った「ただ一つだけ申しましょう」「今度孫の立脇に縁談が起こりました相手は松山の娘です松山殿の」「新左衛門はいぶかしそうな目をした」 検閲員はうなずいていった。私はこの演壇をまとめるつもりでおります。ムネスケにもさして依存はないでしょう。自然、あれが松山と絶戦するつもりだという票は誤っていることになります。それはまことでございますか。茶が冷えたようですね。 こう言って渓月院は「うのさん」と呼んだ静かであるがよく通る声で返事が聞こえまもなく茶の間に通ずるふすまを開けてうのが顔を見せたうのは実のなっているグミの枝を持っており渓月院はそれを目に留めた「山で取ってまいりました」とうのがその枝を見せながら言った。 ては貴様に砦山へ連れてっていただきましたのその帰りに見つけたものですからおなぐさみにと存じまして取ってまいりましたそう見事だことと恵月院は言った「グミの実は赤くなれば食べてみなくとも売れたことがわかる人の心の奥というものは」。 新左衛門は隠居状を辞した「グミの実は食べてみなくともその色で熟不熟がわかる」「人の心底というものは」「敬月院の言葉はそこで切れたが後にどういう言葉が続くかはおよそ推察することができる」「杜氏は甲を信じきっているのだ」 と新左衛門は思った。陣の客間へ戻ると七十郎が酒を飲んでいた「体の具合はどうです」。杯を口へ持って行きながら七十郎は兄を見上げた彼は水を浴びてさっぱりとし仮着の傍らでくつろいでいた。新左衛門は。 酒魚の禅を見て憂鬱に目をそらし「うん」と言ってそこへ座った彼は七十郎が酒を飲むことを好まない七十郎はまた義兄が酒を飲まないことをたまに傷だというのであった柏屋に泊まったのを見たものがあるというので来てもらったと新左衛門は せきが,が出て彼は額の汗をふいたうねめにも言いおいてきたがそこもとにも頼んでおきたいことがある体の具合はいいんですか新左衛門は聞き流して「雪恵おるか」と呼んだ家父の詐欺坂雪恵が来ると

1> 1. 中言あらば四川の物たりとも採用すべきこと」「一心疎によって懲罰を敬重せずあゆのものを大敵とすること」1.「一両貢献互いに確信なきこと」「そして貢献の伊達兵部と田村右京の名が書いてあった」 これは前に見ましたよ。七十郎はそう言って紙を巻いたそれは青根の宿で原田会にも見せたことがある新左衛門はそれを預かっておいてくれと言った出府したらその参加状を精子として両貢献から取るつもりだ出すと思いますか 拒絶すれば私は国郎にはならない。七十郎は杯を取った。そして低い声で、この参加条をどう役立てるのです。と無関心に聞いた。その時が来ればわかると新左衛門が言った。生死を取ったらうねめに送るがその写しとしてこれは底本が 持っていてももってていいい。らた私は必ず取ってみせる」。七十郎は心でうなずいた。「これなら大丈夫だ」と彼は思った。「体はひどく衰弱して見えるがそれはむくみが取れたからであろう。両貢献から精子を取る。「必ず取ってみせる」という口ぶりには粘り強い 正気が感じられた。「よろしい預かりましょう」と七十郎は言った「もし必要なら松山へもおしを作って渡しましょう」「松山へ寄るのかそのつもりです」「いや松山へはいい」「新左衛は首を振り「すまないが休息する」と言って立とうとした。 七十郎はどうぞと会釈し,したが、ふと義形を見上げた。ここへは何か用でもあったんですか新左衛門は、うんと言った。当時に会いに来たんだ。彼はちょっとためらったが、七十郎の顔を見ていった。私にはまだ船岡の気持ちがわからない。 青音で話した時はこれはもうだめだと思ったが後になって考えると本心を隠していたような気がしてならない彼は人が変わりましたよいつか私もそう言った青音の話の後です私もそう言ったがしかし船岡はあれだけの人物だ そうたやすく心変わりをするはずはないと思う。で、どうだったんですわからない。と新左衛門は吐いをついた。隠居のとじは信じきっている。だが船岡のことは何も知ってはいないようだ。彼のことは諦めましょう。と七十郎が言った。私も江戸であって、膝詰めで、 話してみたんですもしも本音があれば本音をはかずにはいられないところまで追い詰めましたしかし無駄でした私は原田海という男をよく知っていますほかの者にはわからないことでも私にはわかるんですほかの者の,の目をくらますことができても私の目をくらますことはできません彼は人間が変わりました 原田海は、もうダメです。それは自分で確かめよう。と新左衛門は言った。里見十座も同じようなことを言っていた。十座はほとんど船岡を崇拝していたくらいなのに、この前来て同じように言っていた。私にはそれがいぶかしい、これまで最も近しかった人間が、揃って船岡から離れてしまう。 枠屋様、松山、そこもと、十座、そして私も。青年、ね、この方、私も同じように考えていた。これは何かある。これには何か理由があると思うのだ。赤い花を見れば、誰の目にも赤く見えるものです。新左衛門はドキッとしたような目で、七十郎を見た。赤い花という言葉が、 経月院の言ったことを思い出させたのである。そして今、七十郎は誰の目にも赤い花は赤く見えると言った。もちろん、たとえではあるが、会から離反する人たちが同じ色しか見ていないという意味に取ることができる。七十郎は最もよく会を理解していたようだ。 けれども甲斐は今非常の立場にいる。平勢の甲斐を見る目で今の甲斐を正しく判断することができるだろうか。新左衛門は「うん」とうなずき軽くせき込みながら立ち上がった。「そうかもしれない。底本の言うとおりかもしれない。」と立ったまま彼は言った。 だが、私は自分で確かめてみる。もう一度、腹を割って話してみるつもりだ。それが最後のご奉公だと思う。最後のですって私はもう、いくらも生きられないのだ。バカなことを。いや、もう長い命ではない。それは自分でよく知っている。医者は病気が山を越したと言うし。 自分でもととにそうかと思うか思ことがある。だがそうではない気力の衰えや体の芯から性の抜けてゆくことが自分にははっきりわかるもう先は短いということが分かったからこの命一つをお役に立てようと思ったのだあなたらしいな七十郎は酒をあおっていた 俺は治ると言い出す病人は死ぬが、もう死ぬという病人は治るものです。そこもとには似合わない。と新左衛門が微笑した。そういう慰めは、そこもとには似合わない。だがもう疲れた。失礼して休息することにしよう。いつ江戸へ立たれますか 明日の朝そう言って新左衛門は去った七十郎は調子をとったが酒がなくなっているので「おい」と高い声を上げたすると返事が聞こえて辻村又之助が出てきた又之助は14歳になる甲斐のそばづかいに上がったが江戸へはついてゆかなかった。

その苦しげな咳を聞くまいとするように首を振り、そして続けさまにきを重ねた。咳はまだ聞こえていた。